はい、どうも、フラちゃんです。はい、じゃあ今日はですね、おみくじボックス2開けていきたいと思います。まあ、なんでも、おみくじボックス2からは、マイタウン権利書だったりとか、まあ、もしくはね、レンダーヒルズのその権利書みたいな、そういうのがね、前回出てたみたいなんでね、まあ、今回もおそらく出るでしょうということで、今回はですね、めちゃくちゃ開けていきたいと思います。まあ、いろんな動画、ブログで、まあ、100個開けてみた、200個開けてみたみたいな、150個開けてみたみたいな、あると思うんですけど、フラちゃんはなんとその倍を行きます。もう100個200個もそんなんぬるい。ダメそんな。はい、今回ね、240万コイン手に入れてきたんで、ということは、このおみくじボックス2、いくつ交換できるかというと、300個開封できるんですよね。まあ、というわけで今回はおみくじボックス2を300個開ける動画ということでやっていきたいと思います。さあ、というわけで、早速交換していきましょう。あ、こちら、めっちゃ時間かかった。マジね、4日ぐらいかかったから、ずっと1日中ポーカーやって、で、たまにね、編集中にビンゴに移ったりして、で、いい感じにこうやりまくって、ようやくね、240万コイン貯めることができたんで、はい、というわけで、念願のね、おみくじボックス2。さあ、開封の儀ということで、さあ、どうだろう。末吉。はい、メダルガマ口。はい、からのカジノプレイチケット。呼び寄せの筆、からのメダルガマ口、もうこれおみくじいらないと思う。これ末吉とかそんなん絶対いらない。という賢者の星座、ちょっと待って、ぬるすぎる。まだ宝珠の構成、あれ、カジノプレイチケット1、ちょ待って、おかしくね。ちょ待って、中吉でしょ、中吉白紙のカード、あれ末吉何、メダル10枚チケットで、小吉が宝珠の構成、あれ、ちょ待って、ひどすぎね。これ出んのドルセリン、中吉、大吉聞きたい、大吉、大吉来てくれ。大吉はなんだ、中吉身代わりのコインで、水吉が福引券、大吉が全く出ねえんだけど、これおかしくね。もう20個くらい開けてんだけどね。福引券で呼び寄せの筆、で福引券で何これ、福引券1枚ってひどくね。これ8000コインって交換してるわけなんだけど、中吉カジノプレイチケット身代わりのコイン、白紙のカード、待って、これなんか出るものがちょっとひどいとは聞いてたけど、俺こんなんだとは思わなかった。身代わりのコイン、まあいいけども、ちょっと待って、しょうもねえやつもしか出ねえんだけど。メダルガマジック1個で、ドルセリ1個、大吉が全く出ない。これ仕様なの、こんな出ないってマジで。これフラちゃんが運が悪いとかそういうのかん、あ、ようやく出た。これ大吉で福の神メダル1枚かよ。また福の神、これあれだ、超大吉で引かなきゃダメだ。ちょっと頼む。俺300個も頑張って交換したんだから。ちょっとメダルは10枚券。カジノプレイチケット。賢者の聖水。カジノプレイチケット。ひどすぎね、これ。プレゼントチケットとか出てくれればいいのにね。あ、これなんだ。あー、福の神メダル。いらない、もう。もういらない。これなら普通にさ、おみくじボックスの方がいいじゃん。わざわざね、高いコイン出して、おみくじボックス2を交換する意味って何なんだろう。やっぱり超大吉を引いた時に、まあそういったものが出るっていうことなのかな。まあそれじゃなきゃ割に合わないよね。こんなクソみたいな。だって呼び寄せの筆とかさ、なんかカジノプレイチケット1枚とか、そんなん腐り余ってるようなやつをたくさんもらえるわけなんですけど。これ誰得なのこれ。カジノプレイチケット1、はい、身代わりコイン1。まあ身代わりコインに関してはね、ありがたいかもしんないですけど。福引券1枚でしょ、メダルガマ口1枚。白紙のカードで、メダルガマ口。はい、呼び寄せの筆。というわけで、まあなんか、クソしょうもないのしか出ないんですけど、はい、身代わりコイン、はい、福引券、はい、ドルセリン、はい、身代わり券、福の神、はい、ありがとうございます。まあ、福の神に関してはね、ちょっと嬉しいかなって感じなんですけど、まあ多分、大吉の確率としては、そんなにあれか、おみくじボックス、普通のやつと比べて、あんまり大差ないって感じなんですかね。まあ、最初の20枚こそね、全然いいものが出なかったですけど、まあ、ちょっと後の方になってくると結構いいものが出てきますね。大吉みたいな、そんな感じのやつが。まあそれでもね、中吉だったりとか、普通のおみくじボックスの中吉ってね、レアボスコインだからね。そう考えるとさ、しょうもないよね。大吉以外クソみたいな感じじゃないですか、これ。超大吉引いてくれないと困るな、これ。頼みます、安泰さん。よろしくお願いします。俺3ヶ月ライブできないのめっちゃ辛いし。マジで。もう今日のためにどんだけ頑張ってきたと思ってんのよ。俺本当なら配信なかったら俺福引券と交換したいのに、わざわざおみくじボックス2っていう悪魔みたいなこんな箱を交換して、俺何にも成果が得られないってやだよ。頼む、
超大吉、神様中よろしくお願いします、神様超大吉みたい、超大吉みたいんで。あ、賢者の聖水、はい、ドルセリン、身代わりコイン、あ、呼び寄せの筆、あ、白紙、メダル釜、宝珠の香水、呼び寄せの筆、はい、福の神、ありがとうございます。てからのメダル10枚チケット、賢者の聖水、賢者の聖水、ドルセリン。さあ残り183個、果たしてどんなものが出るのか。まだ半分開けてないんでね、まだ超大吉が出る可能性はあるんで、まあその辺はですね、ちょっと期待しながら見ていきましょう。だいたい本当にこれおみくじいらない、もう大吉とか正吉とかもうどうでもいい気がする。なんならあのテキストを一緒にしてほしいですよね。この開いたで、今日の運勢は中吉で、この多くの幸運に恵まれる一日となるでしょうとかいらないよね。超大吉とか出た日にはまあいるかもしれないですけど、中吉何々を入手したでいいと思う。ちょっとこれ改善案ですね。ちょっと安西さんこれ見てたらすいません、多分これおみくじの、まあ、今日とかはどうでもいいにしろ、この派手なことはせずとか、まあ、そういうなんだろうね、おみくじのさ、そういう文章メッセージ、それ絶対ね欲しい人いないと思うんで、これ消した方がいいかもしれないですね。例えば末吉で、はい、しょうもないのが出て、もうちょいで半分いってしまいそうです。超大吉よろしく。カジノプレイチケットがね、まあ出るのっていうのはちょっと嬉しいかもしれないですね。まあ、そのまま普通にツールのカジノに行けるんで、あとはスゴロクとかね、その辺で、まあ、3枚消費するんですけど、まあそれの3分の1が手に入るっていうことで、まあ、意外と少ないね。まあ普通であればね、交換しても、まあこんなおみくじボックス2なんか10個ぐらいだから、フラちゃんみたいにね、アホみたいに300個交換する人なんて多分いないと思うんでね。なので、もうちょっとこれなんかいい報酬、せめてね、中吉にはレアボスコインみたいな感じでやってくれないと、これ、ちょっと参ったな。これ、大損するぞ。普通に交換した人、ほとんどの人が。はい、中吉。で、福の神メダル。はい、白紙。白紙。呼び寄せからの白紙で、福引き。はい、末吉、賢者、賢者。はい、呼び寄せ。はい、呼び寄せ。いや、呼び寄せ。はい、宝珠の香水。福引き券1枚、1枚。はい、賢者の香水。ありがとうございます。はい、メダルチケット10枚、カジノプレイチケット、はい、メダガマ、白紙のカード、身代わりのコイン、ドルセリン、白紙のカード、賢者の聖水、身代わりのコイン、でもって次、はい、メダル10枚、ドルセリン、福引き券、賢者の聖水、賢者の聖水、カジノプレイチケット、宝珠の香水、白紙のカードで賢者の聖水ということで、はい、次福引き券、はい、賢者の聖水、福引き券、はい、福引き券の宝珠の香水、呼び寄せの筆、賢者の聖水、メダガマ、からの賢者の聖水、白紙のカード、メダガマからのメダルガマ口、福引き券、福の神メダル、ありがとうございます。はい、身代わりのコイン、泣きそう、もうちょマジで、ちょなんかいいのないの。というわけで残り84個になってしまいました。ちょマジで超大吉めったに引けないのは分かってるけど、ちょこんなにマジでさ、頭おかしくなるまでポーカーやってで頑張って集めたんだから、ちょ安西さん、ちょ見てたらよろしく。はい、賢者の聖水、身代わりのコイン、宝珠の香水、宝珠の香水、メダルチケット10枚、福引き券、福の神メダル、メダル山口、福の神メダル、嬉しくない。さあ続いて、何巡目だろうこれ。何巡目かわかんないけど、しょうもないのしか出てこない。ちょ待ってこれ。超大吉。超大吉。俺、なんでこんな、いや、こんな結果になることはなんとなく薄々気づいてたけど、ちょ、参った、これ。ちょ、運営さん、運営さん、ちょっと、助けてください。助けてください。ちょっと、これはないわ、さすがに。これはマジで子供泣くぜ。アーム設定最弱にしてる UFO キャッチャーやってるみたい。何も出ないの分かってて、何も結果得られないの分かってるのに、なんかこうやって夢を抱きながら一個ずつ開けていくこの感じ、で見事に裏切られるその感じ、ちょやばい、これ絶対子供泣く。カジノプレイチケット残り30個しかないもん。あと
え、大吉、ありがとうございます。で、カジノプレチケット、はい、法事の香水、はい、服の紙メダル、はい、ありがとうございます。何個出たんだろう。元からいくつか持ってたから、まあ、今、どんぐらい、15枚ぐらい出たのかな。さあ、残り30個となりましたが、まあ、めげずに、まあ、それでもね、希望を捨てずに、ちょっと頑張って開けていきたいと思います。まあ、つってももう見ての通り、クソみたいなものしか出ないんですけど、あ、いや、ありがとうございます。服の紙メダルはちょっと嬉しい。さあ、残り21個。果たして、最後に最後、さあ、最後、超大吉が出てくれるのか。ちょ、頼む頼むぜ上さん、よろしくお願いします。さあ、残り12個となってまいりました。まあ、ここからはね、1枚ずつ慎重に開けていきましょう。さあ、中吉、白紙のカード。そして、今日、ドルセリン1個。悪魔でしょ。身代わりのコイン。でもって、中吉。はい、カジノプレイチケット。まあ、カジノプレイチケットはね、結構手に入った気はする。はい、福引き券1枚。はい、末吉、福引き券1枚。はい、大吉、ありがとうございます。ありがとう。それはちょっと嬉しい。さあ、残るは3個となってまいりました。こちらを、さあ、慎重に開封していきましょう。この中にね、もしかしたら超大吉が混じってる可能性はなくはないんでね。はい、末吉。ちょ、これラスト。ちょ、頼む。これ、残り2個。うわ、末吉。頼む。神様。ちょ、頼む。末吉かよ。まあ、ふざけんなよ、これ。どうなってんの、マジで。見て、これ、カジノプレイチケット45枚になったんですけど。元から何枚持ってたのかな？多分1枚も持ってなかったと思うんで、45枚出たと思うんですけど、ちょ、ひどくね？これマジで。え、俺泣きそうなんですけど。まあ、服の紙メダルはおかげさまで81枚になったけど、多分元から40枚ぐらい持ってたんでね。なので、実際に出たのは40枚ぐらい？悪夢ですよ、これ悪夢。これ皆さん、これわかったでしょ？これ300個開封しました。多分他の人の動画でも200個をね、そんぐらい開封してます。多分合計で配信者でもう3000個以上は回してると思うんですよ。で、それでもっておみくじボックス2なんてろくなもん出ないですから。交換するんだったらおみくじボックスですね。なぜならこっちレアボスコインが出るんで。ね、レアボスコインも出るし、福の神メダルも出るんで、絶対交換するならおみくじボックス。でもって、まああとはね、福引き券ですね。うん、福引き券がやっぱ一番おすすめだと思います。ということで、明らかにね、3500枚で10枚ってレートがおかしいんで、ぜひともこっち交換してみてください。はい、というわけで、こういうね、まだ青色のやつ交換してません。まあ240万枚、本来であればこういうのも交換したかったんですが、まあちょっと、まあこの動画撮り終わった後、僕はね、まあひっそりとその後、ポーカーでもチクチクやろうかなと思います。というわけで、おみくじボックス300個開封しました。というわけで、いかがでしたでしょうか？まあ、今回やったのは、240万枚頑張ってね、もう何日もかけて集めたコインをすべておみくじボックス2に交換し、開封していくという動画だったんですが、見ての通り、なんにもいいことないんで、まあ、いいことがあるとすれば、福の神メダルが出たかなぐらいなんですけど、普通のおみくじボックスであれば、レアボスメダルも出るんでね。なので、絶対に交換するんであれば、普通のおみくじボックス。ということで、何にもいいことないんで、まあ、このようになるんでね。フラちゃんのように悲惨な目に遭いたくなかったら、普通に福引き券、もしくはおみくじボックスと交換してみてはいかがでしょうか。というわけで、今回の動画、ためになったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そんでもって皆さんのおみくじボックス2開けた意見だったりとか、まあ、いろんな意見あると思います。それをですね、コメント欄で教えてください。というわけで、また会いましょう。さようなら。